はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。私、多分コロナになっちゃいました。昨日の朝、なんか喉が痛くって、でもね、昨日給料日だったの。本当はね、日曜日、15日ね、給料日なんだけど、土日じゃないですか。だからね、13日に繰り上がって、13日にお金をもらったんですね。それで、もうね、給料日はね、もう過食をとしていい日にしようって私思って、で、1日に2回吐きましたね。もうね、計画的だった。吐く気満々。そんな感じで、もう自分が嫌になるんですけど、ここでストレス発散しておこうかって感じですよね。で、2回吐いて、で、熱が出たのが夜ですね。で、夜39度ぐらい出て、で、薬を飲んで、眠剤ね。で、イブも飲んで、で、寝たんですよ。でも、お腹が空いてないのに、で、食欲もないわけですよ。でも、私、その2回やった過食嘔吐で余った食材を、なんか一気に食べていて、で、1日で3キロ太りました。やばいよね。コロナなのに、コロナなのに、食べてる。怖いよ。で、今日はね、全く食欲がなくって、多分、熱もあるしね、多分食べないとは思うんですけど、コロナでも疲労とか食、恐ろしい。もう辛いです。もうで、言っちゃうと、私46キロまで落としたんですよ。で、プラス3キロ49キロ突破ですよ。もうね、もうね、いや、1日に3キロでしょ。どうすればいいんだ。とりあえずコロナだから、まあ、食欲はないし、これを機会に、これをきっかけに、ちょっとでも痩せればいいなって思ってます。最悪ですね、私。はい、今日はそんなお話でした。皆さん、体、体調気をつけてね。はい。では、療養します。はい、ではまたね。バイバイ。バルタン星人、シャキーン。バイバイ。